お、すごいです。じゃあ、じゃあ、お願いします。はい、はい、すいません、機材トラブルがございましてまたまた撮り直しでございます。機材トラブル多ない？ちょっと多いね、本当に。ちょっとほんまのカメラ買おうかな。買ってください。今ね、これね、 iPhone に手話っていうやつの、はい、マイクをつけてるんですけど、はい、それで撮るとたまにザーってなるんですよ。2、3回目ぐらいでしょ、これ。うん、そう、3回目。これもうちょっとこっそり、はい、めちゃくちゃいいものですよって言って、佐々木先生買い取ってもらいましょう。いやいや、ほんまにね。先生はいつも使ってんのに。おるんよ。佐々木先生、これ5万ぐらいで買え。いやいやいや、めちゃめちゃいいものだって。待って、お前らバカな。いやいや、ほんまに。3万でいいわ。はい。3万。5万から3万に引かれましたよ。うん、どうですか。あとで1000円あげるわ。1000円って何やそれ。1000円って、あ、じゃあそれ何、あのサブスク制レンタル、レンタル月々1000円、あの3年契約ですよでも年1000円やめれません、やめれません、年1000円やね、はい、はい、本日ははい、ランキングシリーズやってます。みんな大好きランキングシリーズ。ちょ、言うていい、はい、今日いっぱい撮ってるからそういう気になってるだけで、はい、そんなシリーズちゃうよ。あ、違う。いや、まあ僕はそうですね、ランキング初めてなんですけど、はい、まあ、僕といえばやっぱ闇暴きということで、はいはい、まあ、いろんな闇を暴いてきてわけですよ、はい、で達人ね、いろいろ、まあ、闇や闇や言うてうさんくさい言うたら、みんな喜んでボコボコしてくるわけですわはっきり言うてね、ボッコボコやられますね。やられると。で、あれってほんま痛いんですかとか。はい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 。誰が一番あれやったんですか。よう言われますよ。言われますよ。ああ、本当に誰のパンチが強かったですか。ああ、そう。言われます。え、今日パンチじゃなくて全部ってことですか。もう全部です。打撃だけじゃなくて、まあ締めもそうやし、投げもそうやし、ふとした攻撃とか。こう何でもあるし、とりあえず受けて一番痛かったもん。三戦と。行きましょうということですよ。はいはい、牛さん、はい、3つどうですか。思い浮かびました。行きますよ。行きます。はい。じゃあ福士さんの第3位から発表してもらっていいですか。ドルル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 やば、ちょっと言っていい、はい、聞いてるからリアクション薄だってますおー、おー、言いづらいけど、いや、おー、言ってるよ。おー、10発目、10発目、1発目はまだいけた、10発目。 あれさ、賞味さ、どんぐらいから心折れ始めんの。え、3、もう3やな、もう3の時点で無理ってなってるもん。なってる。おっしガーッ、賞味さー、どうだ。ちょっとずれたんですよ。高三ってできひんよ。かっこ悪ないですか。空手の試合で片番で倒れてるやつってめっちゃ俺もうめったおらへんと思う。僕一回だけ見たことある。え、見たことある？しかもでもそれ世界大会の決勝か準決勝。へえ。マジで？じゃあ片パンってさ効く空手で。効くよ。じゃあしかもあれ片パンじゃなくて腕パンやからな。腕パンね。ああ、まあじゃあ。試合中にさ、肩パン狙い始めたら、いや、けど、そこ打ってもここ開くから相当これがピンポイントに当たって威力がないと、うん、無理やと。それこそやっぱりアドレナリン出てるし、クリーンヒットにせえへんから、やっぱ普通にそこそこ鍛えてるやつは2、30発は耐えんねん、うん、で、1試合の中で2、30発本気で打ちに行くやつって俺おらへんの。もうほんまにここは赤くないかったら無理やから肩パンのフルコーンみたいな。そうそうそう、じゃあ避けれるしね。そうやな、あれ肩パン対決で避けられへんから、ね、さあ来いっつって、うん、でドーンってくるからさだってそら骨折れるよ、うん、拳がね、うん、そらね。いや、すごかった、あれはすごかったわ、確かに。でももう今年どうするんですか。なんかやるでしょ、横川君。ツイッター来てたやん、なんかクレイジーなことやりましょう言うて、はい、誰も真似できないことやりましょう多分それは僕と横川君2人だけでしかできないんで、作り上げてきた世界観があるのでやりますよ誰やったかしたり、はい、思いっきりローキック蹴って足跡残したり、はい、ぐらいね、まあ、いつか怪我するやろね。いや、もういつかじゃなくて、もうしてるわ大怪我してるよ、どっちも確かに。俺腕上がれへんからしこりみたいにできたし。いや、今回次どうするかな。でもボディ、ボディはでもどっちも耐えられるよ。耐えられるというか、そのなんて言うんだろう、
見た目より派手じゃないよ。でも顔いっちゃうと大変なことになってる。顔は赤よ、うん、前腕とか。前腕落ち着けたいけど。何何何何前腕じゃなくて叩かれること多い。いやなんかさ、やっぱりなんかあの皆さんなんかあれば、荒川の土手端から端までどっちが早く泳いでみたとか。ああ、そういうのいいと思うね。確かにね、海の遠泳、ね、なんかボツボツできそう。いやいや、遠泳とかさ、俺横でこうグイーって行ったるからさ、ね、で途中でボコ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 三種対決ぐらいしたい。多分ね、先に溺れる方横川くんやね、あの脂肪ないから。そうやね。あ、トライアスロン対決みたいや。あ、そうだから3競技ね。3競技、3競技やりましょう。今年やりましょうと。はい、じゃあ私第3位がしまいます。はい、第3位ケーブル雨宮先生のこれ。やめてくれ。一回聞いちゃった。やめてくれよ。ドゥルルルの間何もドキドキないから。何もないから。みんなあるってなんかある？はい。じゃあカッコリアクション2回目とか書いててください。いやいや。これか。これこれ。それか。これこれこれ。お前はあったやろ一回そういう消えたこと。いじめんなよそれ。やった。これね、僕ほんまむちゃくちゃ痛かったっすわあれ。やりたいよ。そこまで痛くないと思ってたから。まあね、やっぱ空手やってたらさ、こういうところってやっぱ強いやん、そこそこ、うん、打たれてるし、慣れるもんがあるよね。そうやんか。だからこんなんしてて上からバーンってこっからこうしただけやから。あ、俺も今できるかな。まあまあまあ、まあまあ痛いよ。痛いけどさ、でも想像できるやん。まあまあ痛いけど想像できる。あれはほんまにもう想像絶した。そう、こうしてくるよね。うん、マジのポーカーフェイスで行ったのかと。どうだい、どうだい、しゃべれ。あれなんか打ち合わせと違いません？違うんだ、俺はノーリアクションでいけるですわ。まあこれでもほんま痛かった。はいはい、だからなもうこれ受けた瞬間にこの人ほんま何もんやねんと思った。マジで。そこでやっと、あ、ガチの人や、ガチやって思う。この人はちょっとやばい人やって信じたんですよね。そう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 。まあでもね、衝撃度すごかったっすね。すごかったね。雨宮先生の衝撃度は、うん、僕ら最初先生と佐々木先生の2人で撮ったっすけど、うん、まあ撮影来なかったじゃないですか、うん、来れなかったじゃないですか、うんうん、ほんまけと。福地佐々木やってんだと、はいはい、なりましたよ、あれはほんまにね、うん、で、いざやってみての話じゃないですか。これこれ痛かった。でもあれ3位なんですね。あれ3位、まあこれですからね。はいはい、はい、じゃあ僕2位は、2位どうぞ。もう、はい、これですよ。これこれ来ました。ダブルサンジョ。ダブルサンジョ、あれやらなあかんのか。え、あれどれだろうか。何何あれ、何を。分かっちゃう、分かってないもん。先生、三強、ダブル三強食らったことある？ないでしょ。あれってどう思った？痛いと思った？いや、あれはもう痛いから二度と受けちゃいけない。こういう素人は受けちゃいけないんだなと思ってるよ。あれ？あれさっきの言ってることと違うの？さっきの撮影と違ったよ。だって知ってる、2回目だもん。え、でもいいんすか？さっき良かったところが。さっき僕食らってるんですよ。あの、さっき食らってるところの動画だけ、あのワイプで入れとくわ。あの音なしで。あの、っていうぐらい、もう一回やってって言うのがマジで嫌だと思うぐらい、あれは苦痛。いや、ほんまもんじゃないよ、でも。ほんまもん受けてほしいわ。僕ら、あれ、めっちゃもう痛いんですよ。いや、もう痛い。1、2、3、あさ、白川先生とさ、雨宮先生がやるわけじゃん、うん、正直よ、正直は性格こっちの方が悪いなと思ったらどっち。雨宮先生早い。ごめん、あの悩む必要ない。雨宮先生どっち。え、俺どっちもどっちやな思って。え、うせや、俺の時は雨宮先生、白川先生のことはさっき外してくれて、おお、話してくれて、話してくれてんのに全然話してくれへんかった、こっち。いや、俺は白川先生だって下行きましょうよとかなんかわけわからんこと言ってたから。上行きましょうよ、下行きましょうよ。俺のこと別にそんな優等生ねえねん。
痛いっちゅうねんどっちも。なるほど。じゃあ両方悪いですね。両方性格悪いって言うけど。両方悪いよ。え、第2位はじゃあ。はい、僕はね、第2位と第1位、ほぼ同列なんですけども、第2位もこれですね。一緒なんや。ほぼ一緒っす。まあでも、僕は1位と2位はほぼ僅差っすわ。ぶっちゃけ。これ。1位思いつく。2位。あちゃ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 あ。第1位、福士先生の第1位。僕はもう、第1位は、みんな想像、想定外の、松村先生の、松村先生に教えてもらった金玉隠すやつを使ってのフルコンに蹴られた金玉あれやばいでしょ。え、そういうこっちゃう。はぁーおい、やればやればやればやばい。あれは言いたかった。めっちゃくちゃ痛い。あれ一番ですか。うん、あれ当たり前やん。あの横川くんのはこの振りかぶったパンチより俺のこのつま先の筋肉の方が痛い。当たり前。いやそれはさ、あれさ、俺横で見てたやん、うん、隠れてるわけないのによう立ったなと思ってだってさじゃあもしかしたらおばちゃんありえんやろだってしかもさ、クソ悪いのがさだってあれさ、松村先生も悪くてさ、ひょってよりも入りますからって言ったじゃん。じゃあ、そしてさ、しかもただすぐできますよみたいな。そうで、そしたら福地いけんちゃう。いやもう悪いやつ出てきたよな。いやそんなね普通にやってできるはずないよ、ね、いやだってできるって言ってたから先生がでもなんかね僕の同情生、まああいう動画見てなんか自分で金玉をこう中に押し込んでる子いるんですよ本当に先生なんか金玉中に入るのにあかんねあかんねお前それやめた方がいいそれあれやで、ね戻ってこないんだ。それやめやん。いや、俺の弟それ戻ってこんやって手術したやん。マジで。ガチ。金玉。そうやね。入れた。片方が入ってて戻らんくなって。そうやね。だからあの良い子は真似しない。真似したらあかんで。金玉中に入れないで。何の動画や。金玉注意。待って。確実に最初よりおもろい。金玉注意。はい。危ないですよ。え、1位何やったか。はい。じゃあ僕1位。1位は。エブリアメミヤ先生のあこれです。ああ、はいはいはい、大丈夫です。はい、はい、いただきますね。ちょっと一発でいやこれやってほしいんですよ。ショート動画ちゃうね。ほんまにね、あれね、あれね、普通に僕らがゴンってやるんじゃなくて、あれ音聞いたらわかるけど無加工の音やからね。あれベチーンって言った音、ベチンってなんで言うかって言ったら、こうなんかこうねじってんねん。こう奥にこう、あ、これあかんのかな、映したら、こういってるわけ。要はちょっとカメラ外でやってもらっていいですか。ちょっとやめとけよ音だけ。誰も得ない。え、マジで痛かった。でも2022年一番引いた瞬間。あ、引いたね。でも凍りついてたもん。凍りついたもん。あれの時結構いろいろな人見てて、うん、あの、ね、西山先生とかいろいろ見てて、うん、西山先生とかやっぱ、うんんだって普通さリアクション取るやんこっち、うん、引いてしもたからそう引いてしもたから俺がもうボケるしかなくなったっていうな。ほんまあれ痛かったもん。いやでもいや俺だからあれやったやんか、あれやってこれ動画伸びひんかったらどないしよう思って、うん、伸びひんかったら俺もうちょっとこれ YouTube 続けるの無理かもって思ってマジで。なんでやねん。いや、あんだけ痛かったから。そうそう、伸びてくれたから。そんなに痛かったんすか。いや、めっちゃ痛かったっ。これ超えたん。いや、あれは、あれも痛いよ。あれはもうほんまにもう、とりあえず痛いや。でもこれはなんかもう、また違う。てかさ、言うていい？俺さ、さっき気づかんかったことあるのよ。全部雨宮先生だよ、一応。あ、確かに。あ、確かに。全部雨宮先生や。気づいてないでしょ、自分で。2位、白川先生やったけど、雨宮先生おったわ、もう。いや、そうだよ。じゃあ、あの人危険や。やばいね。一番危険や、あの人。今日コラボすんの嫌やな。何すんのやろな。もう嫌やわ。人が膝から崩れるってないからね。ほんま痛かったね。あれヘルツ測んじゃん。あのヘルツの動画上がってないやん。あれあの今日報告くんじゃない。だからえ報告したいみたいな。あ、そうなの。ヘルツ報告、ヘルツ報告。あれもまあまあひどい動画やったよ。じゃあのマスオさんがひどいわ。俺らに対してむちゃくちゃやりすぎやん。いやでも信頼してるんすよ。何の信頼。あの死ねへんなって。白川先生、あれ白川先生の話どっちでしたっけ。えフルコンさんはこっちじゃん。こっちか。こっち
人が膝から崩れるってないっていうか、うんうんうん、あれや、一個え、ああ鬼の藤原の顔面パンチ、ね、鬼の左フック、ね、やばかったよ、死ぬかと思ったよ、本当に、あ、顎ポコーンってね、腫れてね、あれはもうやばかった、やっぱ飯食えへん、いや、ほんまに食われへん、あのね、僕1ヶ月ずっと痛かったんですよ、その後、毎回治療行ってるんですけど、うんうん、1ヶ月ぐらいね、まだ痛いわ。まあ、その一週間、週間、あの一発で。まだ痛い、先生、マジご飯食えへんすわ。ほんまに治れへん、ほんまに治れへん。めっちゃ痛い。なるほどね。はい、ということで、まあ、いろいろ受けてきました。僕ね、でもちょっと迷ったのは、100% トゥイダー鉄拳。あ、ツボッチ。ツボッチの 100% トゥイダー鉄拳、まあまあ痛かったよ、ほんまに。で、まあ、でも、ツボッチは、あの、ショック受けてましたもんね。そう。2020年のランキング、22年のランキング。僕入ってなかったんで。そうなんよ。これマジに痛かったんやけど。でもランキングさつけることによってさ入りたくなってくるのみんな。そうやね。だからみんな無茶してくるやろ。だって上田美紀夫さんだってよ。上田美紀夫さんなんて言ってたか知ってる？僕何位なんですか？4位じゃん。とかいや超納得いってなかったあれ。あれ1位とか言ってくれてたら、うん、あっこまで殴れるが本気でやってない。そう、でも本気でやったからこそ感動があったじゃないですか。はい、動画として成り立ったじゃないですか。よくやったと。そうだからでも俺、ね、あれやったじゃん。だからもう一回繋がってん、はい、最後疑惑の判定があるから。そうですね、うん、頭あれやもう絶対やらんよ、うん、あ、もう一回ね、やりましょうね、うん、最後ね、ひょってなったもんね、そうそうそうひょってはい、本日の動画、はい、本日は、はい、達人の技ランキング、痛かったランキングをやっていきました。まあ、これをね、超えてくるのもまた今年ね、いろいろチャレンジしていきたいと思ってますので、チャレンジする皆さん、そうだよ、ご期待くださいよっ、5万人ありがとうただうっす、はい、ガンガンしてください、口に入れたら、ほんまに30秒、よーい、始め、はい、飲みに行かれへんわ。いや、3、2、1、ちょっと待って、ちょっと待って、もうこの時点で死んでるから、痛い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 、もうかかってるで、もう、あかんかん、マジでもうあかん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